地に恋するカメラマンが旅先で出会う、その魅力を切り取っていくロードムービー、瀬戸内日和。今回坂本カメラマンが訪れたのは岡山県瀬戸内市。赤穂線に乗って長船駅に到着。まず向かったのは、あ、いらっしゃいませ。どうも。奈良時代からもこういう立派な町ができてたと。で、こちらが妙光寺という、はい、そうですね。1403年にできました。高さが28メーター。ものすごい立派ですね、これ。染め物屋だった。あ、そうなんですか。だから何で言うと書いてるのかわからない。フランスで、なんで刀が流行ったんですか。はい、日本の伝統的な文化を興味が本当に高いと思います。刀は芸術な品物として見られていますので。今週のベストショットはこちら。カメラマンが旅先で出会う、その魅力を切り取っていくロードムービー、瀬戸内日和。坂本カメラマンがやってきたのは瀬戸内市奥町。今日はどんな出会いが待っているのでしょうか。瀬戸内の図書館で本だけではなくて、瀬戸内市の歴史や文化を、市民の皆さんに、気軽に、感じ取っていただきたい。埋蔵文化財の調査をしまして、そこから出てきたものがこちらの方に展示をしています。今週のベストショットはこちら。瀬戸内に恋するカメラマンが旅先で出会う、その魅力を切り取っていくロードムービー、瀬戸内日和。瀬戸内市牛窓町を訪ねる坂本カメラマン。収穫が近づいてきたオリーブ園にやってきました。
島ドライスの福島なんです、ええ、名前の由来ですか、ええ、これは牛窓で流行らせたいっていう気持ちが強い。あ、そうなんですね、ええ、今週のベストショットはこちら。瀬戸内に恋するカメラマンが旅先で出会う、その魅力を切り取っていくロードムービー、瀬戸内日和。坂本カメラマン、瀬戸内市の旅で牛窓の海辺にやってきました。すいません、はい、ここはどういう場所なんですか？ここはですね、昔の歯医者さんを自分たちでリノベーションして、今下にカフェと2階にあのクラフト作家のお店ができています。そうなんですね、はい、だからここに歯医者さん。そうですか、昔の歯医者さんで、ここが歯科技工室だった場所で、今あのその作家さんが作業したりするスペースになってたり。小さいお店が入りやすいような形で、まあ、こう複合のような形でちょっと再生させたっていう。サジヤさんというお店になります。東京からこちらに来られて、あ、そうなんですね、はい、お店をされてるんです。開けて、反対の前島がよく見えます。今週のベストショットはこちら。瀬戸内に恋するカメラマンが旅先で出会う、その魅力を切り取っていくロードムービー、瀬戸内日和。瀬戸内市牛窓町の塩町からこと通りを散策中の坂本カメラマン、今回もいろんな出会いがありそうです。はい、正本写真館呼ばれてます。そうなんですね、はい、で5代目の方になりまして、22年からかな。22年、あ、でも完璧に100年以上前。そうです。海岸に見えるのが前島なんですけれども、あれが前島フェリーで、あれが前島フェリーなんですね、はい、こんにちは。こんにちは。自転車借りるっていう聞いたんで、はい、ここで貸し出してますので。今週のベストショットはこちら。